巨大すぎる富士壺が大人気な理由、ペルー南部、チリ全土、アルゼンチン南部の岩の多い海岸に生息する巨大な富士壺の一種。ピコロロコ。スペインもデピコは山頂、ロコは海を意味し、炭酸カルシウムでできたその巨大な殻は高さ30センチにまで成長します。富士壺類は雌雄同体で体長の8倍の長さの生殖器を持ち、これは体長比では生物界最長です。これによりピコロコは隣接する個体同士で精子を交換することができます。こうして生まれた卵は自由に泳ぐ幼生に孵化し、その後仲間の近くに定着します。そこで彼らは石灰質の基部を作り、その上に殻がそびえ立つ。1平方メートルあたり1000匹以上にもなるピコロコの丘が形成され、中央の個体の高さは外側の個体の約2倍になります。そんな彼らはチリ料理で使用され、塩茹でされたピコロコはまるでカニのような味わいです。そのため大人気すぎて乱獲され、個体数が減少しています。